はい、ございます。東証経営です。ではですね、本日もホッケー225。私の方でですね、選定した銘柄がですね、紹介した時点を100として、まあ、その株価がどう推移していくかということを紹介していく動画となっております。で、まあ、いろんなセクターに分かれてますので、まあ、そのセクターがどう動いているかというところも、一つの参考としていただければと思います。で、基本的には、まあ、高配当銘柄とかですね、まあ、ちょっとメジャー株よりもマイナー株というところに注目しています。はい。で、もしくは最後にぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。はい。で、まずは、リライアコミュニケーションズ。まあ、安定的な動きですね。で、まあ、直近でですね、あれですね、ベルシステムが、まあ、いい決算を出したというところでですね、まあ、このリライアさんもいい感じに推移していくんじゃないかなと思ってますが、まあ、地合いがちょっと直近悪いので、なんともってところではありますが、まあ、早く地合いが好転してくれないかなとは思ってます。まあ、そんな時には、またチャンスは来るんじゃないかなと思ってます。はい。で、日本エスコンはちょっとだるできた感じはあります。結構いい感じに行ってたんですけれども、ちょっと今日下がった感じで、今先物もあんまりいい塩梅ではないんですけれども、なんとか踏ん張ってくれないかなとは思いますね。はい。で、新越ポリマもちょっとなかなか微妙な動きをしています。で、柿安本店もちょっとまた、配当落ち後の株価に戻っていきそうです。日本電気ガラス。ここもですね、なんかまた弱な動きになってきたんですけれども、まあただ配当利回りはいい感じなので、まあ長期目線の打診買いとしてはいいんじゃないかなとは思ってますが、まあここはちょっと地合いが好転するまではちょっと、要監視していただければと思います。はい。で、同じく注目している地能なんですけれども、地能もちょっとやっぱ下がりましたと。まあ、ただですね、原発のやっぱ推進の動きがなんか出てきているので、まあそういったところで、地能に関しても、まあまあ注目されてくるんじゃないかなとは思ってます。で、アクリートがちょっと今、なかなか下がってきてる動きではあります。ぜひちょっと盛り上がっていってほしいんですけれども。で、完全にですね、紹介した時点の株価の推移としては、今 AI クロスが徐々上げでちょっと頑張ってきてる状況です。で、AI クロスに関しては、先日プラスアルファコンサルティングがですね、まあ、レーティング上げたりとかっていうところがあって、まあそういった会社に使ってもらう人事系のサービスも始めてるっていうところで、まあちょっとどちらかというとちょっと注目してもいいんじゃないかなと思うんですけれども、ただ、旧マザーズ系、まあ今グロスですかね、そっちの方があんまり地合いが良くないんで、なんとか頑張ってほしいなと思います。で、タスキも下がりました。はい。残念ながら下がってます。まあ、ただ、タスキに関しては、まあ、不動産テックというところでですね、まあ、注目、引き続き、落ちたところは注目していってほしいなとは思います。はい。で、そんな中でも、おすすめとしていた大穴4銘柄のうちの1、3話ゆかがですね、やりました。3割がちょっとなんか、なんとなくですけれども、ちょっとなんか、おやおやという動きをしてたんですね。まあそうなってくると、やはり、まあちょっと地合いに押されて結構下がったんですけれども、前場とかいい感じにですね、上がってきたんで、いいなと思ったんですけれども、まあただですね、今日、決算の方も、情報修正出されてますね。前期経常を 18%、さらに配当も5円増額というところで、まあ、これからちょっと面白くなってくるんじゃないかなとは思ってます。まあ、ただ、ちょっと4000円を支持線として固めてる感じはありますね。なので、トレードとしてやりやすいのかもしれません。で、残念ながら OS 工業は、
1500円を下回った感じですね。はい。で、スクロールも下がっちゃいました。まあ、ただスクロールに関しては、まだ800円というところをですね、割ってはないので、まあ、ここはちょっと、要注目なんですけれども、ただ利回り 6.74% になってます。で、これ多分なんですけど、情報修正とかのも出てくるんじゃないかなと思うので、今買っとけば 7% でなるかもっていうところなんですけれども、まあ、ここはぜひ、自己責任、自己判断でお願いします。で、グローリーは若干2000割れました。1997円。ただですね、グローリーに関しては、まあ、新紙幣とかありますし、この直近10年が2000っていうところで安い水準なので、まあ、ちょっと割ったとしても多分戻ってくると思うんですね。まあ、なので、ちょっとここは相場を静観するのが多分一番いいやり方だと思うんですけれども、ちょっと静観してもらって、また投資タイムで絶対出てくると思うので、そこで入るっていうところがいいかもしれません。はい。まあ、ただ引き続きこの4銘柄、特に明日は3割か注目してみましょう。はい。では今日も頑張っていきましょう。